あ、クラゲテレビ見られるぞ。お、テレビを見るか。あ、なんかチャンネルを見るみたいなのがあるね。何やってんねんやろ。お、あ、そういうのを選べるってことか。いや、コメディでしょ。コメディ見ようで。どれどれ。あ、いいね。かっこいい。おー。うわー、テレビすごいな。いや、この家に住みた、陽気になってるで。面白いでしょ。やっぱテレビ高いの買ってよかったな。なあ、1週間分の給料だもんな。うわ、もう絶対面白いからなってる。人が来たらさ、横にずれなさそうじゃない。ロバートが座ってるけど、夢中だよもう。あ、みんなでプール。あ、近い。おお、いいね。そこが空いたことによってスッと行けるやん。そう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 、めっちゃいい。あのラジカセ。あ、ラジカセね。じゃあ岩切り君、ラジカセ流してよ。岩切り君、じゃあ聞く？じゃあ聞くわ。めっちゃいっぱいあるな。どうしようかな。あれ、エレクトロニカしようや。じゃあ俺ちょっととりあえず1週間分の飯作るわ。夕食しか食わんからとして7個ぐらい作ればいいやろ。でも今2個ぐらい、3個ぐらいあるから。あ、いやー、乗ってるよ。やっぱ音楽だったんや。そっちで曲って流れてんの？なんか流れてる、エレクトロニカっぽい曲流れてる。そんで俺選曲しといて聞けないからな。後ろの人すごい乗ってるけど。ムキムキやし乗ってるし。やばい。異様な存在だよねこれ。でもなんか俺の欲求なんか岩切君をハグするって登場したんだけど、どうしたんこれ。怖っ。怖っ。ハグぐらいはある。黙って水飲んでるけど。うわ、腹立つわ。見てくるわけでもない。ちょっと見とる。ちょっとチラって見て。ぼーっと立っとるわ。話すわけでもなく。あ、ちょっと喋ってんのかな。ハグした。あ、ハグしてる。あ、ほんまや。なんかあれだね、生活が少しずつ豊かになってきたね。そうだね、みんなの心に余裕がなんか出てきた気がするな。クラゲ見たってもうテレビ見た楽しさがずっと持続してるから最高だなお前。水飲んで幸せだし。あ、水壊れてるよ。あ、壊れてる。ヤギリ君壊れてる。トイレ。じゃあ俺トイレ直すわ。じゃあ今日はトイレをアップグレードしようかな。ヤギリ君トイレの修理完了させたね。これ直ってよ。さすがにトイレ行くか。俺もテレビ見たいわ。そしたらヤギリ君もテレビを見ろ。テレビで、じゃあ俺チャンネルを次々と変えるんじゃ。ザッピングしようかな。なるほど。そうなん？ああ、それか。へえ。変えてる。ああ、変えてる変えてる変えてる。あ、なんか上がってる。ねえ、上がってる。なんか上がるんじゃない？めっちゃ受けてるよ。あ、一緒に見てる見てる。あ、いけんねんな。3人受けできるんちゃうか、これ。3人ぐらいはできそう。確かにもう一人いけそうだね。なんかあれ見てるよ、ほら。ハムナプトラじゃないけど、インディジョーズだ、インディジョーズ。手叩いて笑ってるやん。あ、お菓子だ。ケーキ取りに行ったやん。ケーキと一緒に食べながら見ようってなって。あ、消した。まあお前消えてるから、消えてるから静かにテーブルに戻った。いや、いいね。人様の生活になってきましたな。でもそしてどんどん4ドルしかないからもう料理は無理だわ。あ、お金が、あ、そうか、お金使わないのかあれ。じゃあムカつくからクラゲに罵倒しよう。おお、もう取れる。あ、起こせるやん。あ、本当だ。あ、幸せになった。やっぱり人に意地悪をするから。すずさんが。あ、起こすと意地悪なんや。あ、そう、意地悪職にしかないのかもな、起こすって。怒鳴りつけてみるか。働けっつって。トイレをじゃあアップデートしようかな。トイレアップデートするわ、じゃあ俺。怒鳴りつけてる。あ、幸せ。幸せになってる。トイレ見かせてもらいたいな。いやいや、パワハラじゃん。このトイレアップグレードね。工事するわ。最上級の水洗装置をつけるわ、じゃあ。おお。いやー、ちょっと。だってこの左のスペースとかさ、まだ空いてるからさ、いろんな娯楽置きたいよな。うん、こっち何置こうかな。パソコンどうかな。あれじゃ、ビリヤード台でしょ。かっこよ。ビリヤード台とあれ、トランポリン置こう。トランポリンなんて。トランポリン外だろ。いや、クラゲもっとね、プール大きくしたらいいんじゃない？クラゲ
もっとダーンとこれだけあるわけだから、あ、ヤクリ君のスキルレベルが3になった。おお、3になったわ。いいね。プールも大きくしたいしさ、シアタールームみたいなのも作りたいよな。また椅子で寝てるよ。ソファで寝ろよ、せめて。気持ちいいわ。はい、トイレのアップグレードが完了しましたね。いいね。あ、俺トイレ行かしといて。でも寝てるぞ。寝とるで、でも。あ、ゴスペラ。クラゲさんに、ちょっと、え、あ、ちょ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 。え、クラゲさんにゴスペラから。おー、だってだってゴスペラだけど、今から家に遊びに行っていい？おー、ええよ、ええよ。きな、緑色のボタン押してみ。おー、ええよ、ええよ、きな。かっこよかっこよえ、プレイボーイじゃん。来るんじゃないの？来るんじゃ。来るん、あ、来たあ、来た来た来た大戦しよう、大戦。うわぁ、勝手に冷蔵庫のもん開けとんだよ、こいつ。洗い物してくれたぞ、なんか。ありがとう。あ、ちょっと俺、そう、話しかけて、ボスペラに。ね、じゃあ相手のことをもっと知るか。いいね。起きるかな？あ、起きたわ。こうやって連絡くんだな。あ、喋ってる、みんなと。これ、出せるわ。トイレ来てんだったな。あ、まあ、トイレに行くな、これ、勝手に。あ、行った行った。あ、まずいっすよ。お客さんの前で漏らしたらとうとうやってしまいますよ、ね。お客さん全然。ちょっと待って、みんなお客さん来てんのに無視やん。もう全然知らないから。一人タブレット触り出すし、一人テレビ見始めるし。いや、すごい、手持ち無沙汰な感じに。おい、クラゲ。呼んでおいて、呼んだ本人トイレだからな。これクラゲなんか何とかした方がいいんじゃないのか。帰っちゃうぞ。紹介ぐらいしろよ、俺らに。まあまあまあ、落ち着けって。今からするかな。さてと、ゲームしよう。いや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 。いやいや、この人は？あ、座った。あ、でも、あ、でもいいじゃん、いいじゃん。なんか楽しくしてるやん。本当は盛り上がってる。おー、幸せになったぞ。楽しい会話。へぇ。いいやん。やった。え、クラゲさん。え、クラゲさん。いや、岩木君、あの女どう思う？いやね、一回話しただけで来るかねって話ね、一回話しただけで来るし、家のものまで普通に食うたで、怖いよな。しまえば気使って喋っとるやん。何やら金の話してる。気使って話した結果嫌われてるぞ。寝るんかよ、マジかよ。マジかよ。ぽやしみ。いや、お前がこんなお客さん。おいおいむちゃくちゃやん。どうなっちゃうんだよ、この人。いつ帰るんだよ、そんでこの人。いや、お前返してやれよ。あ、帰っちゃう、帰っちゃうのかな。え、あ、待って、猿についてのジョークだけ聞いてて、猿についてのジョークだけ聞いてて。あ、帰った。ちょっと帰ってるよ、ほらもう。いや、日曜日終わりますよ、もう夜ですよ。あらら、なんか始まったわ。ご機嫌なのが始まった。掲示板を荒らしてるね。ずっと掲示板荒らしてるよ、俺。いややわ、ゲームの中でも掲示板荒らすとか。中でもっていうか、普段荒らしてないけど。いいね。いや、なんか生活っぽくなったんじゃない？ようやく。うん。プールのそばでタブレットやってたとは思えないよ。ほんまやな。ガラリと変わりましたね。あ、しもやかに俺なんか話しかけに行ってるで。ほんまや。何すんだろう。怒鳴りつけるって言ってるの、勝手に。え、勝手に怒鳴りつけるの。え、勝手に。あ、風呂場で怒鳴りつけてんじゃないの、これ。風呂場だからね、響く響く。なんで怒鳴りつけてるの。あ、きたねえ、なんか。ほんまや。洗面台汚くなってるやん。そうそう、人を怒鳴りつけて幸せになった。あー、楽しかった。王様かなんかか。そいつ簡単に幸せになれるからいいね。いいなうん、そいつは人を怒鳴りつけてたり、人を起こしたりするだけで幸せになっていくわけだから。でも多分有効度が下がるからさ、あ、多分俺将来孤立すんぞ、これ。びしょびしょにするやん。うわ、もう壊れたし、もう。あ、壊れた。一瞬で水回りがゴミになった。ごめん、岩切君、ごめん。でも俺これくらい仕事だからな。岩切君起こす。あ、起こした。岩切君、ちょ。いつもはいいはいはい完全に怒ってるけど。こんな怒ることある？めっちゃ怒ってるよ。腹立たしい。せっかちやからだって。起こすからやろ。じゃあ修理するわ、したらトイレは汚れてる、うん、あ、汚れてるのか。じゃあ島田さん、トイレ掃除して。あ、そうか。岩切君は寝起きで起こされて今寝るんかい、お前は。
すみちゃん爆睡。大変だな。大変だなじゃないが。あ、治ったんちゃう？治った。治った治った。で、ウヤクリ君怒ってるから、ケージマワロ、怒りのままにケージマワロしてるね。出たよ。俺のケージマワロしてんじゃん、なんか。ケージしてんじゃん。あれ、郵便物が、え、何？どういうこと？なんか、あ、どうした、どうした？郵便物が配達されました。あそこにあった。え、上司から電話だ。上司から電話だって言うのかな。なんで急に？急に？出てみてよ。あ、請求書が郵便ポストに届きました。48時間以内に790円払わないと、え、で、水道代など一つずつ止められてしまいます。支払いは電話、コンピューター、郵便ポストから行います。あ、みんな48時間以内に790円払わないと水道や電気など一つずつ止められてしまいますって。え、でもさ、払えへんよ。あ、いや、でも48時間だから、うん、2日で3人が働けば足りる足りる。間に合うかな。上司からの電話どうなった？あ、そうだ、上司からの電話今頃出るんじゃない？出てないのか。お風呂入ってるから出ないと。あ、やば、仕事に遅れます。あ、やばい、遅刻か。風呂に入ってるから。だから上司から電話来たのか。何風呂入ってんだよ。いや、まずいまずい。まずは仕事行かないと。めちゃめちゃ余裕やん、お前。時間オーバーやで。俺の仕事9時からだろ。あ、9時からか。あ、そうか。9時からやっけ。いや、7時じゃん。7時からだ。絶望的な遅刻やわ、もう。だって、川島さん、今日遅いんですね。じゃあ、先仕事行きますわ。やべ、ひよっか、仕事行った。俺も仕事に行こう。いってらっしゃーい。700ドル稼がなあかんのに。やめちゃおっかな。もう、ちょっともう仕事やめるわ。ええ、いや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 、ちょっと、もう決まんないから、やめてやめてくださいよ。とりあえず行こうや。俺、ちょ、請求書溜まってるしさ。スパイばっくりたらまずいって。うん、お前、今日で怒られるのが嫌だけやろ。殺されるで、お前、スパイやめたら。行くんか、これ。欠勤ってなってるけど、行くのかな。見てみるか。あ、どうなんやろ。あ、行ったっぽいな。あ、行った行った。マジかよ、超怒られんじゃん。お、そ、クラゲが掃除してるな。掃除してるよ。途中でやめた。あ、クラゲ変わった。した。やらできないってやつ。一回やってみたんだけど、全然吹けへんから。もうええわ、汗変われない。できへんでーって言ったら、もうええわ。今、初めて風呂入るんか。王様かなんかか、こいつ。こいつんちやん。こお手伝いとして俺らおんの。はい、クラゲがまた風呂入ってから汚れたよ、ここの部分。知らんかな。はい、そいつさん、拭いてるよ。どれやんけ、もう。仕事行った。仕事行ったわ。なんかさ、なんだっけ、家に遊びに来てくれた人いたやん。うん、あの人を選択みたいなないんかね。てか、電話番号にあんじゃねえの。ああ、なるほど。あんじゃん、メールよく来るんじゃん。セーター、いや、メール送るが、なるほど、これで。あ、ゴステラいる。ゴステラ。出た、パンケーキボーグ。パンケーキボブリアン、クラゲの友達の。あ、こ、友達になったらこうなん感じになるんや。なるほどね。なるほどね。じゃあちょっとゴスペラにメール送っていて。何を送るんやろな。ね、何を送るんやろね。昨日あんだけ存在にしたのにね。あ、メール一瞬で送った。メールの返信では。あ、もう終わった。多分来るわけじゃないんだろうね、多分ね。ちょっとメールで喋るみたいな感じだろうね。あ、言うことそれであげるみたいなことなの。あ、ごめん、止めて、止めて、止めて。あ、ちょっと待って、え、どうした、どうした。え、はいはいはい。ゴスペラだけど、つって。早く呼んで呼んで。そしたら遊びに行って行ってきたから、クラゲオッケーって返すの？当たり前やないかい。まあでも友達ちゃうやろ、まだ。知り合いぐらい。ゴスペラと何をやってるんですか？俺帰ってきて金を、なんか物盗んだから何をゲットしたか見るか。あ、やった、みんな1000ドル盗んだぞ。いったね。1000ドルそのまま盗んだ。1000ドルそのまま盗んだんじゃない、これ。最近じゃん。あ、じゃあもう売ろうぜ、それ。売るか。あ、みんな売れる。あ、これでも売れるのかな。よし、来た来た。お前、稼ぎ頭だか。稼ぎ主やん。いや、じゃあ支払うか。なんかパソコンかなんかで払えるみたいなの書いてたから。郵便か、電話か、みたいなこと書いてあったよな。あ、ほんと？あれ、なんかポストないあれ。あそこの家の、それ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 。違うんか。あ、選べへんか。これ消火栓。消火栓やん。さっきのやつ選べんじゃない。うーん。え、さっきのやつ。見てみましょうよ。世帯で選んでみて。あ、これだ。あ、あったあったあった。
支払います。やべえなこの家、盗んだもん売ってそれで金払ってんの。まあ風来の試練みたいなもんだろう。なるほどな。あ、来た。あ、来た。こちら出してきたよ。マジで来た。嘘、出してきたやん俺。ムキムキだろもう。あ、おはお支払いしましたね。支払い完了ですね。あれ？あれ？と、あれ？やめた。あ、やめた。あれ？なんでなん？なんでなん？帰った。え？帰った。帰った。それとも一別して帰ってたよ。ちょっとちょっと。なんで帰ったやろな。あ、また来た。本当だ。時間間違えたんか。あ、来たよ。入ってきましたよ。なんであかんかったかな。なんやったかな、さっき。うん。あ、黒毛さん。どうも。いや、今日も決まってるね、その赤いのやつが。噛みまくっとるやんけ、一つ褒めんのに。また俺と話してるけど。ちょっと。ゴスペラは、あれですか、もう俺がじゃあゴスペラ行くわ、これ。いや、何してんねん。俺なさそう、これ。盗みのスリル、盗めないのかな、ゴスペラからなんか。いや、お前、おしゃべってる。俺、全然上がってないもん。クラゲさんと比べたら見てください、このステータスの違い。本当だ。お前やな。ほら、まあ、盗みのスリルでマイナスになってるもん、ほら。ないわ。ほら、なんか黒くなってない、お前。緑ゲージじゃないやん。黒ゲージになってるやん。引かれてるやん、もう。敵になるってこと、これ。そやで。敵ってないよね。え、やべ、ちょっとどうしよう。帰ってもらおう。おい、何勝手に返してんねん。まだ俺喋ることあんねんで。はい。あ、さよなら。おー、しまがなんで返してんねん。いや、ちょっと、気まずかったから。ただクラゲも挨拶もせず。お前テレビ見てるだけじゃねえか、来たとしても。はい。まあ近いけどな、これ。全然違うんだろ、ほぼ言い訳でいくんだよな。なあ。髪の色が黒じゃったらもう言い訳でいくんじゃないこれ。ちょっと黒くしてよ。おお。ヒゲもさ、ま、髪型を髪型もうちょっともっさもっさとさせて前髪前髪系なんだよな。前髪系が特にないんじゃないか。あ、これか。それあ、それはあーそれそれあ近い近い近い。なるほど、それにしとこうか、とりあえず。うん、岩切君のあのヒゲ、口ヒゲでしょ。これそれでこれか。顎も生えてるね。あ、でも意外と実は。あ、それかも。それや。それや、それ。それ、それ、それ。俺、これはもうヒゲオッケー。じゃあ、ちょっと一回メガネかけてみてもらっていい？もう一回かけてみて。おぉ。俺、こんなんだっけ？違う。それは？あれかな？まだいじる必要あるな。目と口とか。変だな。全然いじっていこう。あ、そうそう、そういう系。あ、マジで？うん。だと思うんだけどな。そんな近くないで、あと目。話すか？話して。うん、あ、これデカさだった。こうか。目、それやと思うけど、まあ俺。そんな釣ってないと思うね。そうそうそう、あ、そのぐらい。ここ。うん、そのぐらい。ちょっと下げて、ちょっと下げて。ちょっと下げて。目自体をってことね。うん、目を下げて。うん。眉毛やな、眉毛。眉毛そんなキリッとしてない。普通の角度やな、まず眉毛。あー、それ近くの？あ、それで角度普通にしてみて、その平らにちょっと。おーおーおー。あー、近い近い近い。あとね、あと口だと思うんだよな、俺。鼻は鼻。鼻はどうなんだろうね。鼻どうだろう。口色やもん。口ちょっと厚めの方がいいんじゃん。うん、もうちょっと厚くしてよ。あー。いや、薄い薄い。上から順に行くか。口が。あ、それ、これじゃない。これか？違うか。こんなんだったっけ？こんなに分厚くないでしょ。もうちょい下じゃない。あ、そんなね、もうちょいね。ああ、それか。
これじゃない。あ、これかも。いいやん。そんな感じ、そんな感じ。腹もうちょい丸いんじゃない？ちょっと今三角というか。メガネかけてみる。あ、それっぽい、それっぽい。これでメガネかけてみるよ。あの、岩切君的なメガネね。はい。メガネもうちょい下げれる？メガネは下げられないから目を上げるしかないな。ああ、そうだね。目上げてみよう。あ、あ、おや、おや、っぽくない。目も上げてみる。あ、そうか。一回メガネ外さなきゃダメなのか。そうなんですよ。あー、あー、でもすごい近くなった気がする。あ、本当だ。本当。あー、すげえ似てる気がする。おー、おい、はい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 。眉毛もうちょい下げるか。で。そうそうそう。あ、ぽいぽいぽい。ぽいぽい。いやいや。本当。ああ、似てるわ。本当だ。これやっぱみんな感じてるのかな。本人はピンときてないってみんな感じてるやっぱり。おー。いいと思う。俺もピンときてへんかったから大丈夫で。いいよいいよ。あ、いいよ。似てるな似てるな。どう？透明にしよう、透明に。ちょっと透明にしてみて。太ってる、太ってるなんか。太ってる、太ってる。体型をね。体型を。ちょっとガチリしてるね、岩切君はね。ちょっとガチリしてる。いいんじゃないですか？いいんじゃない？いいよ。あ、似てるな、こう見ると。性格、性格。あ、性格決めてんや。性格ね、どうしよっかな。岩切君はどれだろうな。どれかな。運動ってボディービルダーしかないんだ。ないんだね。サッカー選手とかそういうのないんだな。このシム、運動をして強くなりたいだけの願望なんだね。強くなりたいんだ。でも割と岩切君はそういう願望あるからな。じゃあどれ？どうする岩切君？どれだろう。おもちゃみたいなね。ない。食べ物は食べ物だけだ。創造性じゃねえのか。あーでもあれだ、ミュージシャンか絵画の人かベストセラー作家しかないから。あ、将来漫画家になりたいって思ってたもんな。あー、なるほどね、なるほどね。絵描く、絵描くじゃあ。まあ画家かな。画家ね。じゃあ岩城くんこの希望な画家ね、希望な画家にしよう。さあ選ぶか、決めてくれ。人気ってないっけ。悲しくなりやすく、楽しみに幻滅することがあります。悲しい時は創造性スキルが非常的に上がるから、まあ画家と合ってるっちゃ合ってる。せっかちや、せっかち。せっかちなんだった。ああ。あ、せっかちいいやん。激怒しますって書いてある。アクティブは？ああ。運動をしたいのね。ああ、なるほどね。そんな感じでもないしな。ページ送って、ページ送って。クリエイティブね。芸術は行こうかね。オタク。ああ。幼稚かなぁ。幼稚子供用のおもちゃで遊ぶと幸せになるやん。突然ヨーヨーあるしな。でもあれのヨーヨーは子供用じゃないけどな。いやいや、なんか言い出したね。ヨーヨーは子供用やけど。武将物かな、俺。あー、なるほどね。俺じゃあ幼稚行こうかな。混んでいくね。ペンボイドルフナー。俺は武将者かな。ああ、そうね。まあ自信家にしとくか。そう。え、自信家じゃない？あんまりピンとこないかな、言い訳で。あ、そう。まあ、俺が自覚してないだけかもしれないけどね。せっかちってどうなん？ピンとくる？じゃあせっかちにしよう。いたずらの標的になると激高するしな。それや。できたぞ。できた。これで、保存すると。おっ！おできたぞ、やっぱ。できたなぁ。いいよ。距離置かれてるよ。ほんまや。